九州工業大学の学生らが制作したお手伝いロボットが世界大会で優勝し、今日学生たちが報告のため北橋市長を表敬訪問しました。リンゴを片付けるね。リンゴだってペンだってしっかり掴んで片付けます。ロボットを作成したのは九州工業大学の学生などで結成されたプロジェクトチーム、響きの武蔵アットホームです。今年9月、世界中のチームがロボットの技術やアイデアを競う大会で優勝を果たしました。大会では15分間にいくつ片付けられるかが競われ、出場チームの平均がおよそ5個のところ、このロボットはおよそ16個片付けることができました。朝から晩までロボットとずっと付き添って、もうパートナー、まあ、もうまさしくパートナーという感じでロボットと接しながら開発をしています。世界トップレベルの人工知能の研究が北九州市で行われていますと、学生たちは胸を張っていました。